今回このちょっとね力を入れたポイントはということでライズアップなんですけれども、やっぱり今回初めての NiziU の雰囲気、ちょっとダークな雰囲気にしたいなと思ったので、私はこの雰囲気作りとかあと表情とかそういうのに力を入れました。頑張りました。イエイ。はい、私のライズアップの中でめちゃくちゃ好きなワンフレーズは、マヤーさんとウィンヒーが歌う Look inside, I can see you what I feel、 なんか振り付けと歌もすごくなんか雰囲気が素敵でかっこよくて大好きです。はい、ライズアップの振り付けのポイントは、そうですね、サビのこのようにポーズをしていただいて、こうやってライズアップって上に上がっていく感じなんですけど、そこに注目してください。はい、メンバー内でよく一番よく食べる食べる子、誰だろう、なんか私のイメージはなんかそんな大食いとまではいかないんですけど、あやかとまやかがめっちゃ食べてるイメージがあります。はい、2人はなんかめっちゃいつでも食べるって言って食べてますね。はい、メンバー内で一番天然なのはなんですけど、あんまり天然のイメージがないかなって思うんですけど、今日ちょっと発覚した天然がまゆかです。お、今日なんかいろいろなんか忘れちゃうそうなので、まあ隠れ天然かなって思いました。はい、リオの実は苦手なことはメイクすることです。なんかみんながメイクしてる場でも私は結構苦手なので、まあ、あえっていうか、まあ、やらない方が自分的にはまあ好きなんでできないんでね。違う自分でやるメイクが好きじゃないからだったら、まあもういっかです。はい、最近グループ内で起きたハプニングなんですけれども、私たち一緒に9年で生活をしていて、洗濯機にリオちゃんがネックレスを落としたんですよ。で、はい、それをみんなでドライバー買ってきて、結構忙しい、最悪なハプニングだった。最悪まあ、取れてよかったなって思います。よかった、よかった。はい、NiziU の好きなところを教えてください。はい、たくさんあるんですけど、まずいつも私たち NiziU のそばにいてくれるところと、そして私たち NiziU にすごくたくさんの愛を伝えてくださるところかなと思います。いつもありがとうございます。はい、最後に NiziU へのメッセージとハートポーズお願いします。はい、NiziU の皆さん、いつも応援してくださってありがとうございます。はい、ライズアップたくさん聴いてください。真似してください。はい、皆さん、ハートポーズ、ハート、ハート、そこが、ここだ、ハート、おのおのでやりましょう。イエイ、はい、ぜひ Amazon Music でライズアップをたくさん聴いてください。以上、NiziU でした。バイバイ。